取ってくる。おお。はあ。2023年最初の午後はドキドキお聞きいただきありがとうございました。ありがとうございます。そして明けましておめでとうございます。おめでとうございます。今年も引き続きよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。さあ新年最初ということで高木さんこのような着物で近寄ってすごいな下から撮る下からうおモデル気取り。そうどうですか、はい、もうこれ毎年ですからね。そうですね、去年をとっと、あ、去年今年かですね、はい、ラジオなんですけどね、はいはい、ただこういう着物を着てくる前から、はい、ラジオネームピストル大名さんはこういう想像図、そう着物、去年の年賀状も着物の姿だったんですよね。嬉しいですね、ラジオネームピストル大名さんが送ってくださった年賀状です、うん、これね、小田高木さんでしょ、で私、はい、高木さんの好きな色ピンク、はい、私の好きな色緑、そう、ね、それはラジオで言ったことなんですよ、うん、であと石川ちゃん、これ誰おじさんなでなでこれだからの俳優のね放送島佐久田高也さん、あ、佐久田高也さんに似てるって言ったと、これ見たら多分ね分かってもらえると思います。あ、うん、なんかファンの方からの苦情は受け付けませんので、はい、すいません、一切受け付けませんので、はいはい、いやね、ありがたいですね、そうそうそう、こうやって書いてくださって、本当私たちのもう宝物にしましょうね。そう、なんかグッズとかにもしてほしいみたいな、ね、本当です ね、いやありがとうございま す。さあそんな新年最初のテーマは、はい、何だっけ、クイズ正解は12ヶ月後、はい、今年起こりそうなことを予想していろいろ送ってくださいました。はい、あったことちょっと印象的だったのは何でしたっけ、なんかやっぱり石川家いじりが結構多いんで、あの読まなかったんですけど、ね、はい、石川ちゃんが独立するっていうのがありました。ちゃんと会社名まで石川企画ってありそうな感じ予報もできて、そう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 、お金のファイナンシャルプランナーの、あ、そうです、お金の相談もできるっていうね、そうそうそう、だからあの本気でじゃあちょっと考えてみましょうか、はい、あの、あと、ゆかりんが気象予報士の資格を取得するっていうのは、え、あ、そんなありました、夫婦予報士頑張ろうかな、そうそうそう、あの、まあ、今日だからなんか読めなかったものもあるんですけど、頭が足り読めなかったものも来年、うん、あの答え合わせ、あ、我々ができたらいいなと思って、ね、やります、はい、ね、中には正解もあるかもしれない、そうそうそう、当たってるものがあるかもしれませんので、ね、はい、また1年後の1月最初の午後どき水曜日、私たちの放送で答え合わせしますからね、忘れてるわって言わないでください、ね、聞いてください、で それまで私たち続いていますように、はい、ね、もうそれを心から願いながら締めさせていただきます、はい、ということで今年もよろしくお願いします、はい、